はい、ごめんなさいね。でもし履いてたら言ってくださいね。消すのは簡単に消せれますんでね。はい、OK、併用状態もまあまあか。あ、羽根切った？私が切った？ね、そうなんです、ね。で、飛んでます？すごい飛ぶんですよ。飛ばない方がいい？いや、でもなんか呼んだら来るようになったから。あ、本当じゃあ飛んでもいいよ。うん、飛ぶね。でも、キャリーには捕まえるのはちょっと無理だったんですけど、久しぶりに。体重はでも37だよね。はい。その鬼は餌が 10% ぐらい。でもまあ午前中は 10% でもいいんですよ。で、はい、夕方から暗くなったら 80% ぐらい溜まってくる。そうすると体重が多分夜は多いはず。今が37で、夜なんて38か9になってくれてれば OK です。測ってます体重。測ってます。その表はないの？持っていけなかった。今度見せてください。はい、朝夕測ってます。で今ってさ、シードを食べてるんですよね。ペレットは食べます？ペレットは食べていけないですね。あれからもやってる。あれからちょっと中断して、そのまま水に入れるビタミン剤はもうない。あ、ないんです。じゃあそれ出します。で、はい、ペレットのサンプルも出しますから、はい、ペレットをやってください。やっぱりシードいいんだけど、はい、シードで不足しがちな栄養素があるんですよね。はい、それがペレットには入ってる。はい、じゃあこれもう切り口にね一回つけさせてもらいますね。で1ヶ月聞いてます。ちなみにさ、うんちは1日何個ぐらい出てると思います？うんちは50個ぐらい出てます。少ない日は30ぐらいで、多い日は50過ぎぐらいですね。60までいかない。わかりました。そうなんです。すごく元気に、一見元気と思って育ててるよね。いや、ここにある、下のうんちもいいと思いますよ。あ、はい、わかりました。でも、この中でもさ、はい、これが一番いい。あ、そうなんですか。ちょっとこれ若干色が薄いでしょ。はい、全部この色が薄いとちょっと良くない。たまに出る分にはいいんだけどね。はい、どういうことかというと、色が濃いやつの方が肝臓が機能してて、はい、胆汁っていうのがしっかり出てる。緑が濃いやつ。そうそう、緑が濃いやつが。で、緑が薄いのは肝臓が機能がちょっと悪くて、胆汁が悪い。あ、胆汁が少ないと。そういう可能性があるよということです。それは放っといてもいいんですか？たまに出るぐらい。たまに出るぐらいなら、まあ、とりあえずさ、食事を。はい、ペレット食べるようにするとか、まあ、今日出す脂溶性とか水溶性のビタミンを混ぜてもらう、はい、そういうことで対応する、はい、パウダーフードのサンプルってある？ちょっと持ってきて、これ貸してほしいよね。石精とじゃこれね、はい、これとそれからこれを粉にしてもいいんだけど、はい、パウダー、あの子供の時使ったパウダーフード、はいはい、あれをこの中に パウダーごと少しかけてあげる。ああ、はい、いや、これはある。あれはなんか常温で、封閉めて常温でずっと置いてあるんですけど、あんまり良くないですよね。開封したらやっぱり冷蔵だ ね、 そうですね。で、開封したらもう1ヶ月でやめた方がいい。はい、わかりました。あるいは パウダーの、はい、方もだから別にこのメーカーだけじゃなくてもさ、はい、他のやつでもいいから、うそういうのもちょっと、はい、これってさ、ボレーは、あ、ボレーをそう最初こういうケージに入れてこようと思って、ボレーこの巣に餌入れてたんで、本当は失敗してもらうからあるんですよ。もう一皿ボレーコ専用があるわけ、ね、はい、じゃあいいです。必ずボレーは入れといてくださいね。はい、この子ってさ、喋る？若干喋る。パウダーのサンプルがない。
自分の名前サロちゃんとか。あ、言ってる。でも多分他人が聞くと分かんないぐらいかな。家族だと多分今言ったりね、パロちゃんって言ってるかな、言ってるんじゃないかなっていうのは。そういう子はね、どんどん話しかけてやってくださいよ、はい、そうするともっともっと喋れる可能性がある。はい、まずこの子が言ってるやつ、パロちゃん、はい、パロちゃん、うん、でその後他の言葉も言うと喋れるようになる可能性がとっても高い。はい、からにっこよくしてます。してます。オッケー。あのガラス越しじゃなくて窓開けて、窓開けて網戸で、はい、いいですね。はい、で膨らんだらすぐ閉めてくださいね、今寒いから。はい、はい、じゃあこれパウダーの方ね、これ、はい、でも要はこれを潰して、すりつぶした感じです、成分としては。これを振りかけ、そうそう、少し振りかけてあげる。はい、だからまあ 1g の4分の1ぐらいかな、振りかけて。で皮付き食べたレシンパウダーも入っていけばいいでしょう。はい、からこれはこれで、まあ、10粒ぐらい入れておいて、本当これを食べた方がいいです。本当はこっちです。はい、パウダーじゃない。パウダーは本当幼少の時に使うやつだから。はい、でも食べないんだったら、まあ、両方使っていいかなと思って。はい、じゃあ水に入れるビタミン剤と、まあ、両方出してきますね。で、まあ、今みたいな感じで。それからもう一回観察用紙出してきますから、はい、まあ、お家で使って。やったらそれでもいいし、これにかあの、うん、知りたいのはいつも言ってるように体重とうんちの数、はい、それと環境温度になりますので、はい、まあ、そこはちょっと観察してつけれる範囲で。はい、これはなんか食べ過ぎちゃっても問題ないですね。大丈夫です。たくさん食べてもらっていいですよ。はい、でホテルが22から25までね。はい、22は土曜日ね。で25は月曜日ね。はい、はい、いいですよ。じゃあこれでお預かりできると思いますからね。はい、うん、だってやっぱ肝臓って悪い可能性がやっぱある感じなんですよ、見た感じ。見た感じ。うん、まあ鼻のところがあって小さい頃。うん、口のとこ？口がなんか伸びてるって先生。あのね、肝臓悪い子はね、くちばしがまずね、とんがってくる。もっととんがってくる。あ、そうなんです。はい、これ許容範囲です。許容範囲。あと爪ね、はい。爪の白い部分に内出血、はい、黒いのが出てくる。だからないよね。あ、よかった。それからあとね、はい、体格に対してやっぱり痩せてる。うん、だから今の体重は 37g、はい。だからまあギリギリ。ギリギリ。まあボディコンディションちょうどいいのを3とすると3だと思う。太ってはいない。はい、うん、だからまあ今のところいいんじゃないですか。ただ、これから例えばこう爪にね、内出血がある、あ、はい、黒くなってくるとかね、はい、どんどんとんがってくるとか、食べてるのに体重が落ちてくんだったら、うん、ちょっとそういう可能性もあるかもしれない。分かりました。前レントゲン撮ったよね、この子。その時私何回か撮ってますよね。肝臓でかいとか言ってないですよね。ガスがあるで、ね、肝臓がでかいとか心臓がでかいって話はないもんね。なかったです。うん、はい、あとなんか最近爪がなんか伸びてますね。長いのか、うん、長いと思います。だから切った方がいいよね。切ってもらうことってできますよ。じゃあこのお預けの時に切りましょうか。もう今戻しちゃったから、はい、じゃあこの時に爪切りもやります。羽は切らなくていいです、ね。はい、いいですよ。爪切りだけ、はい、うん、まあ、飛んでちゃんと要はおいでちてきてさ、ハウスって言ってハウスできれば飛んだ方が絶対いいですから。ハウスはやってないけど、飛んだらここに必ず戻ってくれるので、どっか行っちゃうことはない。でもハウスも教えたってくださいね。はい、やり方言ったでしょ。うん、聞きましたよね。はい、で動画でも出してると思うから、それでなんとか、はい、あのクレートコントロールというんだけど、ハウスまで、ね、教え込むと楽ですもんね。そしたら包丁して、その回絶対アクシデントがあるのは包丁の時だからさ、アクシデント起きないようにね、時だからちょっとあれ、そこからピョッと行ったらもうアウトだからさ、はい、でもそこでもおいでができてる子だったら、おいでですと来ると思いますんで。はい、OK。